じゃあ次行きましょう。はい。次だあれ。グラ。あ、グラちゃん、ドールグラちゃんですね。グラちゃんはあの海外圏のミスのメンバーで、うん、あの、うん、サメなんです。はいはい。サメちゃんなんです。このデビュー配信の時に、うん、画面に出てきて一言目が、あ、だったんですよね。A のあ、もうそれですごいあの海外の方ではバズりにバズりまして、そうなんです、最初の一言が、あっていう。俺知ってるな、この子。あ、知ってました。ガウルグラちゃんだ。そうです、ガウルグラちゃんです。サメです。英語で喋る子やな。そうなんです。でも日本語もすごく上手くて、はい、日本語でたまに話してくれたりします。キアラさん。あ、高梨キアラちゃんですね。キアラちゃんもグラちゃんと同じグループで不死鳥なんですよ。不死鳥。はい、不死鳥なんです。あ、それありなんだ。はい、不死鳥も火の鳥かい。そうなんです。チキンがすごく大好きと言いますか火の鳥なのにチキンが好き。あ、そうなんです。あの KFP ということで。そう、あ、はい、はい、続きまして、はい、アメリアさんかな。あ、アトソアメリアちゃん、うん、アメリアちゃんはですね、探偵ですね。おお、そうなんです、探偵なんです。職業シリーズもあるんだね。そうです、そう、探偵はありますね、職業シリーズも。ホームズ棒だ。探偵っていうぐらいだから、この子相当頭いいんかい。ああ、どうなんですかね。どうなんか疑問なんかい。ちょっとポンなところがあったりもしますけど。ちょっとポンなところがある、はい、探偵味を感じる部分ってのはあるの。あ、ありますね。のどなさそうだよ。あ、誰ちゃん。イナニスちゃんですかね。イナニスちゃん。はい、二の前、イナニスちゃんです。イナニスちゃんは、まあ、いわゆるこう、なん、邪神って言っていいんでしょうかね。知ってますか。そうなんです、タコなんです、うん、声が本当に可愛くて透き通ってて、あと絵がすごく上手いんですよ。イラストがめちゃめちゃ上手で。じゃあこれラストです。はい、うん、はい、あ、カリオペちゃん。森カリオペちゃんですね。この子はもうラップがとにかくすごいです。ラップ、もうラッパーなんですよ。ラッパーなのかい。はい、もうこの子は人間なのかい。この子は死神なんです。死神。はい、なんでデビューの最初に作った曲が失礼しますが RIP っていう失礼しますが死んでくださいっていう。失礼しますがレストインピースそうなんです。よければ聴いてみてください。めちゃくちゃ活かした曲名じゃねえかよ。そうなんです、もう本当にかっこいいラップなので。